DJI Mini 2の後継機種として噂されている DJI Mini 3 Pro。こちらですね。オランダの小売サイトからリークされました。はい、どうも、サラクーです。今日は2022年4月21日木曜日になります。今日の話題ですね、こちら、DJI Mini 2の後継機種と噂されている DJI Mini 3 Pro。こちらのですね、リーク情報の続きになるんですけども、今回ですね、新たにオランダの小売サイトからですね、リークされたということで、ほとんどですね、すべてのスペックがね、明らかになってきたという話が出てきました。こちらですね、連日、リークっていうのがですね、ずっとね、続いてるんですけども、とうとうですね、オランダの小売サイトからもね、リークされてしまったというような形になります。こちらですね、もう本当に DJI のね、リーカーたちが目を光らせてますので、こちらですね、オランダのですね、小売サイトもですね、わざと出したわけではないんですけども、リーカーたちにはですね、見逃さずにですね、リークされてしまったというようなね、形になっているかと思います。で、今回ですね、こちらの情報が、ドローン DJI の方ですね、記事になってましたので、そちらを見ながらですね、皆さんと情報シェアの方ね、していきたいと思います。でですね、今回ですね、こちらですね、3つとかね、使われてるですね、コントローラーになるんですけども、こちらですね、コントローラー付きのキットのものがですね、今回ですね、オランダの小売サイトでね、出てきてしまったというような形になっております。ではですね、早速なんですけども、ドローン DJI の方ね、記事の方ね、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらですね、ドローン DJI の記事になりまして、DJI Mini 3 Pro ドローンがオランダの小売サイトに掲載されるすべてのスペックが明らかにということになっております。でですね、こちらがですね、オランダの小売サイトのトップ RC というところなんですけども、こちらですね、DJI Mini 3 Pro RC-N1 コントローラーセットということですね、こちらのですね、写真というのがですね、リークされました。こちらですね、DJI のね、リーカーたちがですね、ずっとですね、目を光らせてまして、でですね、出てきてしまったというような形になっております。まずちょっと写真から見ていきたいと思うんですけども、こちらのセットになります。こちらがですね、本体になってて、あとですね、RC-N1 コントローラーになってます。あとケーブルとしては、ライトニングケーブルと USB Type-C のケーブル、マイクロ USB のケーブル、通信用のケーブルとバッテリーですね。あと予備プロペラが4つ、あと予備のですね、ネジが6つ、あとスクリュードライバーというようなセットになってまして、でですね、ヨーロッパ価格ですね、829ユーロというふうになってます。こちらのですね、価格というのはですね、以前の動画でもリークされてきた価格なんですけども、こちらの方ですね、リーク情報っていうのもね、正しかったということになるかと思います。でですね、こちらですね、829ユーロということで、今ですね、1ユーロが139円ぐらいなので、日本円にするとですね、11万5300円ぐらいだということになります。ではですね、記事の方をちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちらですね、オランダのですね、小売業者から出てきてしまいましたということで、ドローンと RC-N1 リモコンのセットがですね、829ユーロということで、ね、出てきております。でですね、こちらのサイトを見ると、その後ですね、細かいですね、どういう風なものかというものもね、書かれてまして、そちらの方もですね、この記事にまとまってますので、そちらを見ていきたいと思います。まず一つ目なんですけども、より大きなプロペラ合理化されたデザインということで、DJI Mini 3 Pro はですね、すべてのフライトからより多くを引き出すために最適化された新しい外観を持っているということで、大きなプロペラとかですね、あと空力ボディチルトとか、あと強力な障害別検知システムによってですね、合理化された設計によって、より多くの飛行時間と安定性を提供するということになっています。またですね、再設計されたジンバルに関しては、ローアングル撮影や垂直撮影のための、より広い範囲の回転をですね、提供してですね、無限の創造的な可能性をね、引き出しますということになっています。で、続いてですね、重さの方は 250g 未満ということで、こちらですね、249g ということになってます。こちらもですね、リークされてきた通りですね、250g 未満のですね、ドローンがね、出てくるというような感じになっております。携帯性がね、良いですということがね、書かれております。で、続いてですけども、飛行時間なんですが、こちらですね、47分まで延長可能ということなんですけど、まずですね、DJI Mini 3 Pro のインテリジェントフライトバッテリー、
まあ、こちらに関してはですね、最大34分ということで、まあ、こちらですね、今まで出てきた DJI Mini 2に比べてもですね、飛行時間がですね、ちょっとね、伸びてるというような形になってます。さらにですね、このね、250g 未満というところをですね、考えなければ、さらにですね、インテリジェントフライトバッテリープラスというようなですね、バッテリーもですね、合わせて販売されまして、その場合はですね、最大47分まで飛行時間を伸ばすことができるということなので、まあ、こちらですね、まあ、携帯性も良くてですね、さらにね、47分もですね、飛行時間が伸びるようなバッテリーも発売されるということでね、これはかなりですね、すごいことかなと思っております。で、続いてですね、カメラのセンサーサイズに関しましては、1.3 分の1インチ CMOS センサーということで、こちらですね、以前の動画でリークされた情報通りですね、センサーサイズのものが載ってきてます。DJI Mini 3 Pro は、デュアルネイティブ ISO が付属し、HD 画像の直接出力をサポートする 1.3 分の1インチ CMOS センサーのおかげで、様々な照明条件で優れてます。ということですね。まあ、結構大きめのセンサーが乗ってくるということです。まあ、そうすることによってですね、まあ、ハイライトとかシャドウですね、まあ、白飛びとか黒つぶれがなくですね、より高いですね、ダイナミックレンジで撮ることができるということになっています。で、合わせてですね、絞りもですね、F1.7 ということで結構ね、明るいレンズを使ってますので、より多くですね、光を取り込むことができてですね、暗い場所でも映像をですね、うまく撮れるということがですね、書かれてます。あとですね、カラーモードなんですけども、こちらに関してはですね、D シネライクカラーモードがね、採用されるみたいです。なので、まあ、上位機種のですね、Mavic 3とかで使えているですね、D-Log とかですね、あと HLG とか、まあ、こちらはですね、使えないんですけども、少なからずですね、D シネライクカラーモードがね、用意されているということになっております。続いてですね、動画と静止画のとこなんですけども、まずですね、動画に関しては 4K60fps まで撮れると。いうことみたいです。多分ですが、こちらですね、4K60fps で撮るとですね、ある程度ね、クロップされる可能性というのがですね、残されていますけども、まあ、少なかですね、まあ、4K でしかもですね、フレームレートが 60fps まで撮れるというのはですね、結構ね、大きいことかなと思っております。で、静止画に関しましても、48メガピクセルのロー写真をですね、撮ることができるということなので、こちらですね、かなりね、いいものかなと思ってます。スローモーション撮影に関しては、1080p の 120fps までね、撮れるということで、まあ、こちらですね、残念ながらね、4K にはね、対応してなさそうなんですけども、1080p までですね、対応しているということになっております。続いてですね、障害物検知に関しては、こちらですね、3方向の障害物検知ということになってまして、まあ、DJI Mini 3 Pro はですね、間違いなく最も安全なミニドローンということで、こちらですね、前方、後方、下向きのですね、デュアルビジョンセンサーがついているということになっています。こちらですね、今までの DJI Mini 2ではですね、下向きのですね、センサーしかついてなかったので、さらにですね、今回はですね、前方後方にもついて、しかも3方向にね、ついたということですね。まあ、ちょっと横向きはね、ついてないんですけども、それもですね、かなりですね、安全なドローンになったのかなと思われます。あとですね、APS4.0 に対応しているということですね。こちらですね、高度なパイロット支援システム APS4.0 がですね、付属してますよということで、DJI Mini 3 Pro はですね、複雑な環境でもですね、障害物をかわすことができるようになってます。あとですね、トランスミッションのとこなんですけども、こちらですね、O3 がですね、採用されるみたいです。DJI Mini 3 Pro は DJI O3 のですね、フラグシップレベルのですね、ビデオ伝送システムを備えてますということなので、で、こちら最大12キロと書いてますけど、こちら日本の仕様だと多分8キロぐらいになるかと思います。こちらはあくまでも、まあ、ヨーロッパ仕様とかですね、アメリカ仕様の話になってきてしまうので、まあ、12キロと書いてあります。ビデオ伝送に関しましても、1080p の 30fps までですね、ライブフィールドですね、提供できるというようなですね、トランスミッションということになっております。あと、リモコンに関しては、RCN1 リモコンと新しい DJI RC ということで、DJI Mini 3 Pro はですね、DJI RCN1 と、あとですね、新しい DJI RC の両方に互換性がありますということで、まあ、こちらですね、今までのですね、RC の N1 の、ね、リモコンと、あとは新しく出てくるディスプレイ付きのですね、リモコン。そちらの方にですね、互換性があるというふうに書かれています。今出てですね、DJI RC Pro のディスプレイ付きのですね、リモコンが使えるかっていうのはですね、ちょっとね、この情報からね、読み取れないんですけども、まあ、できればですね、まあ、そのリモコンも使えるようになればね、いいのかなと思っております。で、続いてですね、垂直ショットになるんですけども、こちらですね、ドローンをワンタップでですね、横向きと縦向き
ときに素早く切り替えることができるということで、カメラがですね、再設計されてます。で、ジンバルをですね、90度回転するっていうことなので、そういうことでですね、垂直ショットもね、撮れるということになってます。以前ですね、出したこちらですね、DJI リーカのディーゼルオンがね、出してきた写真なんです。こちら見るとですね、文字を見ていただくとわかるんですけども、カメラがですね、ちょうどですね、90度ね、回転したような形になっております。なのでですね、垂直ショットもですね、撮れるようになるということみたいです。あとですね、フォーカストラック、こちらがですね、できるようになるみたいです。こちらですね、アクティブトラップ 4.0、スポットライト 2.0、ポイントオブインタレスト 3.0 が含まれるということで、今までのですね、ミニシリーズでは、DJI フライとかではね、できなかったんですけども、今回ですね、フォーカストラックがですね、できるようになるということみたいです。こちらのフォーカストラックを使いたい方もね、いらっしゃると思うので、こちらはね、かなりね、朗報なのかなと。持っております。あとですね、マスターショットも撮れるということですね。こちらですね、最近ですね、マスターショットね、撮れるね、ドローンがね、増えてきましたけども、こちらですね、ミニ3プロでもですね、マスターショットがね、撮れて、短いですね、映画ビデオを生成することがね、できるようになっております。あとですね、タイムラプスができます。こちらですね、タイムラプスとハイパーラプス、こちらの方ですね、ビデオをね、作成することがね、できるようになっております。あと、高速転送ができまして、最大 30Mbps のですね、高速の Wi-Fi ダウンロードにサポートしているということになってます。あと、パノラマが撮れるみたいで、180度広角垂直、あと球体のパノラマをですね、撮ることがね、できるということになってます。あと、デジタルの倍率なんですけども、こちらですね、4倍のデジタルズームにですね、対応しているということみたいです。まあ、4倍までですね、デジタルズームできるっていうのはね、かなり大きなポイントなのかなと。持っております。はい、ということでですね、結構ですね、いろんな機能、こちらの方がですね、今回いろいろとですね、情報として分かってきました。さらにですね、RCN1 のセットだとこういう風なですね、セットとして売られるということで、まあ、こちらですね、まあ、日本円にするとですね、115,300円ぐらいね、売られると。いうことですね。まあ、実際ですね、日本の価格はですね、まあ、こちらよりね、高くなって安くなったりするんですけども、まあ、大体そこら辺の価格でですね、提供されるということがね、わかると思います。まあ、今回ですね、まあ、オランダの小売業者からですね、かなり詳細なね、情報がね、出てきたということになります。記事としてはですね、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、こちらですね、DJI Mini 2の後継機種と噂されている DJI Mini 3 Pro。こちらに関してですね、さらに詳細のスペックというものがですね、リークされてきました。まあ、こちらですね、本当にね、オランダの小売業者のですね、ウェブページがですね、まあ、リークされたということなので、もうかなりですね、信憑性の高いものなのかなと思っております。でですね、こちらね、いつ出てくるかというと、残念ながらですね、ちょっとね、4月中はね、間に合わなくて、こちらね、前回の動画でも言ったんですけども、まあ、どうやらですね、5月のね、発売になりそうだということです。なので、まあ、かなりですね、今回スペックがね、明らかになってきて、解像度とフレームレートがですね、4K の 60fps まで撮れるというところですね、まあ、かなり大きなポイントなのかなと思いますし、あとですね、障害物もですね、3方向の障害物検知ができるようになってて、しかもですね、アクティブトラップもね、できるような形のドローンになっているということで、かなり、まあ、スペックのね、高いドローンとしてね、仕上がってきてるのかなと思います。こちら本当にね、出るのがね、楽しみになってきました。はい、ということですね。今日の話題はね、以上となります。このチャンネルはですね、このような噂話とか、あと新製品の情報、ドローンのノウハウ、あと最近で言うとですね、国土交通省航空局から、まあ、ドローン登録の話、こちらの方もね、出てきてますので、まあ、法規制の話とかもしてます。もしよろしければ、チャンネル登録の方と通知ボタン、ベルマークの方ですね、オンにしていただければ、随時新しい情報を提供できますので、ぜひともよろしくお願いします。ではですね、次の動画でお会いしたいと思います。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。